今回は友旅動画編。前回うちの弟がこちらアルファ55を使ってアフリカのケニアにて、写真の撮影をしてきました。こちら前回の見ました。意外にねいい写真撮れてましたよね。っていうかね、はい、こんな似てますかね。うん、似てるかな。まあいいや。さて今回は動画編です。こちら最近の一眼はねこうやって動画機能までついてるやつ結構多くなってまして、こちらを使ってケニアの動物を撮ってきてくれたみたいです。さてこの一眼カメラそしてこのズームレンズでどんな映像が撮れたのか見てみましょう。グレートリフトマルです。ちょっと霧が濃くて、ペリカ、ファミリー火を起こしているプレス。マサイマラ国立公園です。メス休んでます。マサイマラ国立公園で謎の男がいた。ヌーが走り出しました。ここが止まってるロッジです。なんだっけ、ガゼルだっけ。何ロッチ？ライオン？シンバロッチです。どうでした？いくら手ブレ補正ついていたとしてもやはりね、手持ちでズームするとちょっと辛い部分はあります。でもね、手持ちでもまあまあ使える映像はありましたよね。まあでもズームで動画の撮影するなら三脚は使った方がいいですね。正直南アフリカ新婚旅行ってねちょっとバカにしてた部分あったんですけど、どうでしたよ。アフリカいいですよね。ね、なんかアフリカってむちゃくちゃエネルギーが溢れてるっていうかね、この目で、この映像で見るのもいいけどこの目で見てみたい。以上、一眼動画の機能を使ったズームレンズ映像の紹介でした。